マティアス・フォークト・マティアス・テオドーア・フォークトは、ローマ生まれのドイツの歴史家、音楽学者。1997年により、ツィッター・ゲルリッツ大学において、文化政策及び文化史の教授を務めている。また、ザクセン文化インフラストラクチャー研究所の創設者である。専門領域は、舞台芸術学、哲学、ドイツ学及び音楽学。1990年以降は、 文化における政治、経済とともに、ヨーロッパでの文化変容に関する書問題を調査している。100冊以上の出版物の著者もしくは偏者であり、それらは広くベルリン、ブルッセル、フランクフルトアムマイン、ニューヨーク、オックスフォード、ウィーン、そして東京で出版されている。さらに、ユネスコが講演する文化の発展に関わる書機関、団体との共同も行っている。 ドイツ政府及び各地域の公的機関との仕事に携わってきたフォークとはヨーロッパ、特にドイツにおいて文化政策に関する研究者であるとともに文化政策の改革者であるともみなされている。フライブルクイム・ブライスガウの近隣地域で育った。祖父はナチスによってケイニヒスベルク大学を免職されたテオドーア・シュピラである。5歳の頃、フルートを習い始めた。 1971年からは、バーゼル音楽院で、ニコラウス・ウーレンフーと、後には、フライブルク音楽大学のアティスタ・イヒマニスト・チェローを学び、さらにルイジノーの及びハンス・ペーター・ハラーの下で、作曲を学んだ。グラマースクールを出ると、フォークとは、ミュンヘン、エクス・アン・プロバンス、パリ、及びベルリンで、舞台芸術学、哲学、音楽学、ドイツ学を学んだ。 1983年、クラウス・ラザロビッツとズ・ザンネフィルの指導の下、ミュンヘン大学にて修士号を取得。1988年、カール・ダール・ハウスの下、ベルリン工科大学にて博士号を取得。修士号を取得後は、ウィーン国立歌劇場、ザルツブルク音楽祭、ミラノス・カラザ、ベネツヤア・ビエナーレ、パリシャ・トレザ、モスクワ国立気化劇場、ルセ国立劇場、 ローマのアクアリオ・ロマーノなど音楽界における重要な劇場や音楽祭での仕事に携わった。1986年から1989年にかけてはバイロイト音楽祭のプログラム冊子の編集を担当した。音楽家、音楽学者としての彼の関心は現代音楽及び劇場やオペラ制作において音楽の果たす役割へと向かっていった。ルイジノウノのオペラ、 プロメテオ、ルチアーノ・ベイリオのオペラ、アスコルトの王様、カール・ハインツ・シュトックハウゼンの連作オペラ、光より、土曜日の世界初演に協力している。1983年以降、フォークとは英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語による教育活動を行っており、これまでにヨーロッパ、日本、アメリカの複数の大学で客員教授として講演を行った。 学生のためのイベントや会議も多数企画しており、例えば自然科学分野の専門家たちと若い音楽家たちの複数回にわたる会議などが挙げられる。フォークとの功績の一つは、文化に対する政府支出に関する規制を緩和するための新しい法的枠組みを発展させたことであり、ザクセン州の文化領域に関する新法、ザクセン文化地域法の総合を書いている。この法律は、 ドイツ連邦議会において他の州にとってのモデルとなるものとして推奨された。研究者としてはヨーロッパ文化史、特に文化の変容過程と文化政策に関する問題を手がけている。彼の主要な関心事は文化政策研究の方法論的側面である。その他、国内のマイノリティ、特にラウジッツ地方のマイノリティも研究の対象としており、 マイノリティ問題のためのヨーロッパジャーナルの共変者を務める。こうした関心の結果、1997年、フォークとは、ユネスコ事務局長、フェデリコ・マヨールの援助を受け、ツイッター・ゲルリッツ大学と、ザクセン文化インフラストラクチャー研究所の共同により、新しいカリキュラム、文化及び文化マネジメントを創設した。このカリキュラムは、学生たちに対し、 主に中央ヨーロッパに関する問題群を対象とするカルチュラルスタディーズと経済学を紹介することを目的としている。ザクセン文化インフラストラクチャー研究所は州大臣ハンスヨアヒム・マイヤーと数年にわたり州政府の仕事をしていたフォークトによって1994年に設立された。1999年からは研究所の本部は ゲルリッツに近いクリンゲバルデの邸宅に置かれるようになった。この研究所の関西委員会には、フライア・フォン・モルトケ、ユーディメ・ニューイン、クシシュトフ・ペンデ・レツキラが集った。学術評議会の会長には、ダルムシュタットのドイツ・ポーランド協会会長のディーター・ビンエン、プラハの哲学者、ヤン・ソコル・ウィーンを拠点とする文化経済学者、ペーター・ベンディクセンがついた。 1990年代より、フォークとは文化マネジメントに関するヨーロッパネットワークの構築を行っており、現在ドイツ、ポーランド、ハンガリー、ルーマニア、イタリア、フランス、チェコ、リトアニア、ラトビア、スペイン、フィンランド、ロシア、スウェーデン、スロバキア、ブルガリア、グルジア、モンゴル、日本の大学や研究機関が参加している。フォークとは、 コレギウム・ポンテス・ゲルリッツズ・ゴジェレッツズ・ホリエルツのような数多くの国を超えた共同研究イニシアティブやプロジェクトの主相者である。現在、彼は多国間研究プロジェクトのもと中規模都市における頭脳流入について研究を行っている。フォークとは国際化及び異文化理解に関して優れた業績を挙げた人々を表彰するブリュッケ・プライス協会の会長でもある。 受賞者に、フライアフォンモルトケ、ブワディスワフ・バルトシェフスキ、ノーマン・デイビス、フリッツ・スターン、タデウシ・マゾビエツキラがいる。ありがとうございます。